草に関してはね、ピッチが下がりますね。でこんな感じでさっきと同じフレーズ弾いてみましょうね。あ、ミスっちゃった音のきらびやかさが、戻りましたよね。で、こういうね、あ、見せちゃった編集で何とかしてください。ビブラートっていうのはね、大きく分けて2種類に分かれます。僕はね、クラシックギター出身なんで、ちょっと見えるかな。こういう風に横方向にね、こういうビブラートが、ビブラートを使うことが多いです。ただエレキギターも結構ね、いつぐらいに始めたのかね、エキギターは中学生ぐらいに始めたんですけど、その頃はね、こういう彫金が苦手でね、こういう、これ見えますかね、こういう、これがね苦手で、いつも両方使い分けるようにしてます。僕はそんなに本数は多くないんですけど、喫煙者なんですね。でタバコをね、10月から値上がりしますんでやめたいなと思ってるんですが、今ね、チャンピックスっていうね、禁煙補助剤みたいなものがあるんですが、それはね流通してないそうです。これは困ったもんですよね。せっかくやめたいと思ってるんですけど、やっぱりみんなやめたいと思うんでしょうね。確かにね、タバコっていうのはすごく古くからあってね、種類によって、そのこと言っちゃいけないかもしれないですけど、体に悪いものと体に良くないものっていうのはね、あると思うんですよ。僕がね吸ってるのは、ピースというね、昔からある、こういうね、黄色いパッケージのものです。これはね、すごく香りが良くってね、吸うっていうよりはどちらかというと香りを楽しむみたいな、そんな感じでね、時々1日何本くらいかな、今5本ぐらいかな、吸ってます。はい、ちょっとずつね、減らしていけばね、必ず減らせるんですよ。人間ね、お金に困ればね、必ずなんとか生きようっていう努力をするんでね、タバコっていうのはね、一般的に言われるほど依存性はないと僕は思ってます。よくYouTube の広告でタバコはヘロインよりも依存性があるっておっしゃってる CM があるんですが、あれはね根拠がないと思います。僕の友人なんかでもタバコをやめた人はたくさんいます。で
ヘロインっていうのはさすがに友達でヘロインやってるた友達っていうのはいません。僕が好きなね、レッドホットチリペッパーズのね、ジョン・フルシアンテというね、すごくいいギタリストがいるんですけど、その人はね、ヘロイン中毒になったんですけど、そこから自分の意思でね、ヘロインをやめて、今も活躍しています。で、僕は結構ビルボードしかの偉大なギタリスト100名みたいな、そういうのね、こうランク付きみたいなのねが好きなんですけど、ジョン・フルシアンテはね、今年、2011年に改訂版が出たのかな、2位がエリック・クラプトンさんですね、さすがですね。で、1位が B.B. キングだったと思います、ブルースの、ね、王様ですね。で、ジョン・フルシアンテは、37位ぐらいなのかな。で、面白いのが、この世の中で、過小評価されているギタリスト、こういうねランキングがあるんですよ。これの1位がねプリンスなんです。プリンスっていうとパープルレインですよね。パープルレイン、昨日お話ししたように6弦っていうのは基本的にねチューニング合わないと思ってもらった方がいいです。これで今耳で聞いた感じで合ってますので、ところが弾くと、新しいギターの場合はね、なるべくアタックを強く、とかね、アタックを強くしてあげた方が、振動がね、やっぱりボディに伝わるんで、僕は、なるべく新しいギターは、強くアタックを、与えてね、強くアタックを与えて、ビシ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 ってね、最初の頃はちょっとこうしつけのようなもんでね、で古くなってきて、オールドギターですよねに関しては、強くアタックしてしまうとやはりどうしても木の繊維なんかがね壊れてしまうんで、柔らかく弾くなに、注意してます。こちらのねギブソンレスポール2020年製のモデルですね、毎日毎日弾いてるんですがね、どんどんいいコンディションになってきてます。今日話したのもまた取り留めがなくて、何の話したかちょっと分かんなくなっちゃったんですが、こちらのシリコンオイル、はい、大変おすすめです。ドラッグストアとかでも売ってるのかな。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。See you soon です。